東京都の秋田市に紫陽花山があります。南沢の紫陽花山です。この紫陽花山は最初の紫陽花を植えてから今年で50年になります。約1万株のさまざまな紫陽花が植えられています。この紫陽花は南沢忠一さんがほとんど一人で植えられました。今では秋田の市に欠かせないシンボルの一つになり全国に知られています。この紫陽花山は今は地域のいろいろな人たちの手で運営維持されているのです。現在、アジサイの葉を使ってアジサイの甘茶を作り、またアジサイの甘茶を使ったソフトクリームを作るなどの新しい活動もしています。今後のアジサイ山の動きは楽しみです。ご期待ください。